今日も一日お疲れ様でした。フリーアナウンサーの舞です。このチャンネルはすやすや眠れる朗読をお届けしている睡眠朗読専門チャンネルです。今回はご好評いただいている日本人が知らない日本の神話集第4弾です。 日本のさまざまな地域に伝わっている美しい神話を選びました。心を込めて朗読します。ゆったりとお楽しみいただけたらと思います。よろしければお休みになる前にチャンネル登録をお願いいたします。そして感想やご希望など コメント欄にて、ぜひお聞かせいただけると嬉しいです。あなたからのメッセージ、お待ちしています。ゆっくり、すやすや、眠れますように。では、おやすみなさい。 山にいたクジラ。昔かクジラが今のように海ではなくて陸に住んでいた頃のお話です。山の神様が山の木の数を数えていました。 うさぎ山の木は去年よりも多くなった。たむき山の木も去年よりも多くなった。さて、くじら山の木はどうだろう。山の神様がくじら山へ行くと、くじら山の木が 全部倒れていました。これはどうしたことださてはクジラだな。こら、クジラ。お前また大暴れをしたな。するとクジラが目に涙を浮かべて、 言いました。すみません、山の神様。でも、暴れたのではありません。私の体が、大きすぎるのです。あくびをするだけで木が折れますし、くしゃみをすれば、森が吹き飛ぶのです。 それを聞いた山の神様は、クジラの大きな体を眺めて言いました。確かに、お前ほど体が大きくては、山に住むのは大変だなあ。よし、ここは一つ。 海の神に頼んでみるか。そう言って山の神様は高い山に登ると大きな声で海に向かって言いました。おーい、海の神よ。 わしのところのクジラを、お前の海で、預かってくれんか。するとしばらくして、海の神様から返事が返ってきました。いいだろう。だがそれならこっちも、 一つ、頼みがある。わしのところのイノシシが、魚たちをいじめて、困っておるんだ。お前の山で、預かってくれんか。その頃は、イノシシは、山ではなくて、海にいたのです。 こうして二人の神様は相談して、クジラは山から海へ、イノシシは海から山に住む場所を変えたのでした。こんなことがあったので、今でもクジラの肉とイノシシの肉は 似たような味がするそうです。おしまい。縁結びの神様。昔から、出雲の神様は、縁結びの神様で、 有名でした。出雲の神様は、毎日毎日、朝から晩まで、何千組もの縁結びをしているのです。そして、朝のうちは、おむ、あそこの息子は性格が良いから、 ここの娘がいいだろう。あの息子は金持ちだから、反対に、この貧乏な家の娘と、と、あれこれ考えながら縁結びをするのですが、それが昼頃になると、この息子はこの娘、 あの娘は、この息子。と、少しいい加減になり、やがて夕方になると、あれとこれ、これとあれ、と、適当になってしまうのです。こうして、 朝のうちに縁結びされた夫婦は末永く幸せに暮らすのですが、夕方に縁結びされた夫婦は不幸な結果となってしまうのです。ところで、縁結びの神様にも娘がいて、今年で30歳にもなるのですが、 どこからも嫁に欲しいと声がかかりません。そこで娘は父親に腹を立てていました。お父さん、他人のことよりも実の娘の方が大事じゃないのあたしもいい歳よ。 早くあたしの相手を決めてください。すると、縁結びの神様は、気まずそうに言いました。う、うーん。実はな、もう、とっくに決まっていたのじゃ。じゃが、 つい夕方に決めてしまい、あまりにも不似合いな縁になってしまったのじゃ。それで、今まで、言いそびれて。お父さんが不似合いだと思っても、お嫁に行くのは私です。さあ、どこの誰が相手なのか、教えてください。 う、んー、それなら言うが、実は、遠い針馬の国の山奥で、炭焼きをしておる、ひどく貧乏な男じゃ。わかりました。私は、もうこれ以上、待つ気はありません。どんなに遠くても、 どんなに貧乏でもいいから、今すぐその人のところへ行きます。娘はそう言うと、旅の用意をして、旦那さんのいる山奥へと出かけました。そして、何日も旅をして、ついに、 旦那さんになる炭焼きの男を見つけると、こう言いました。私はあなたの嫁になるものです。今日からここに置いてもらいます。それを聞いた炭焼きの男はびっくりです。いきなりそんなことを言われても。 俺は知らんぞ。第一、俺は貧乏で、嫁をもらうどころではない。それに、お前さんみたいな綺麗な人は、もっといい家に行くべきじゃ。いいえ、あなたが何と言おうと、これは父。 縁結びの神様が決めたことです。では、ここに荷物を置かせてもらいます。そんなことを言われても、炭焼きの男は反対しましたが、娘は強引に嫁となって、住み着いてしまいました。さて、 もともと貧乏な家に二人が暮らすことになったので家の米はたちまちなくなってしまいました米びつをひっくり返しても一粒の米も残っていませんあなたお米がなくなりました どうしましょう嫁が言うと、男は困った顔で言いました。米はいつも炭と取り替えておるんじゃ。今焼いている炭が焼き上がるまで、我慢するしかないのだが、炭が焼き上がるまでまだまだ時間がかかるし。 すると娘は持ってきた嫁入り道具の中から金の粒を出して言いました。それならこれでお米を買ってきてください。なんじゃこんなもので米と変えてくれるのか今までお金を見たことがない男には 不思議でなりません。けれど、嫁が言うのなら間違いないだろうと、男はその金の粒を持って山を降りていきました。そして、町へ出る途中の丸木橋で、男は金の小粒を一粒落としてしまったのです。 あ、しまった。男が川を覗いてみると、金の小粒を餌と間違えた小魚が、金の小粒をつき始めました。こりゃ面白い。男は楽しくなって、持ってきた金の小粒を、 次々とばらまき始めました。そして、手ぶらで戻ってきた男に、嫁が尋ねました。あらあなた、お米はどうしましたうん。実は、お前のくれた粒は、みんな、 橋の下の魚にくれてやったんだ。まあ、なんともったいない。あれがあれば、なんでも買えるのに。嫁が呆れていると、男は。それはすまんかった。しかし、あんなものでよければ。 炭焼き窯の横に何歩でもあるから、明日取ってきてやろう。と言うのです。次の日、嫁が男について炭焼き窯に行ってみると、なんと、炭焼き窯の横は、金の山で、あちこちに、 金の塊がゴロゴロ転がっているのです。嫁はびっくりして言いました。あなた、これだけあればもう炭焼きで貧乏をすることはありません。これからは幸せに暮らしましょう。こうして二人は、それから、 末永く幸せに暮らしたのです。縁結びの神様が決めた縁談は、決して間違いはありません。たとえ夕方に決められた縁談でも、夫婦で力を合わせれば、必ず、 幸せになれるのです。おしまい。あなたれこそ、むかしむかし、たきぎをうってくらしている、おじいさんがいました。 ある日のこと、おじいさんは、たくさんの焚き木を背負って街に行くと、焚き木、焚き木はいらんかなあと、一日中大声を上げて売り歩きましたが、焚き木は少しも売れませんでした。 おじいさんは疲れ果てて、橋の上に座り込みました。もう家まで焚き木を持って帰る力もありません。売れないものならせめて川の神様に差し上げよう。おじいさんは焚き木を一束ずつ掴んで、 川へ落としました。川の神様、つまらぬものですが、受け取ってくだされ。そして、すべての焚き木を川へ投げ込んだおじいさんは、とぼとぼ家に帰ろうとしました。するとその時、 川の中から小さな子供を抱いた美しい女の人が現れたのです。私は川の神様の使いです。川の神様は焚き木をいただいて大変お喜びです。お礼に。 この子を差し上げましょう。それを聞いておじいさんは、慌てて手を振りました。いや、貧乏なわしに子供を育てることなんて。大丈夫です。この子は、花垂れ小僧といって、 欲しいものを頼めば何でも出してくれます。本当ですかその代わり、毎日エビを食べさせてください。いいですか毎日ですよ。女の人はそう言って、 花垂れ小僧を置いて消えました。おじいさんは花垂れ小僧を家へ連れて帰ると、神棚の横に置いて大切に育てました。女の人が言ったことは嘘ではありませんでした。 鼻垂れ小僧よ、お米が欲しい。といえば、鼻垂れ小僧は、鼻を噛む時のように、チーンと音を立てて、あっという間に、お米を出してくれるのです。鼻垂れ小僧よ、お金が欲しい。 ちーん。花たれ小僧よ。新しい家が欲しい。ちーん。花たれ小僧よ。大きな蔵が欲しい。ちーん。おじいさんが頼めば。 何でも出してくれるので、やがておじいさんは村一番の大金持ちになりました。大金持ちなので山へ薪きを取りに行く必要はありません。ただ毎日町へ行って花たれ小僧に食べさせる。 エビを買うだけです。でもそのうちに、おじいさんはエビを買うのが面倒になってきました。ある日、おじいさんははなたれ小僧に言いました。もう、頼むことがなくなったから。 川の神様のところへ帰っておくれ。するとどうでしょう。ずー、ずーっと鼻をすするような音がしたかと思うと、立派な家も蔵も何もかもが消えてしまったのです。あとには昔のままの みすぼらしい家が残りました。じゃあ、さよなら。花垂れこそうはそう言うと、川の方へ歩いて行きました。ま、待っておくれ、花垂れこそう。おじいさんは、 慌てて後を追いかけましたが、もうどこにも放たれ小僧の姿はありませんでした。おしまい。竜から落ちた神様。 昔々、ごほうというところに、福王という神様が住んでいました。福王は、とても若くてたくましい、平和と幸福の神様です。ある日のこと、福王は旅がしたくなり、 遠方の国を視察するのも、私の役目だ。と、竜にまたがって出かけました。福王がある漁村へ行ったところ、神様のお出ましを知った村人たちが集まってきました。福王は、 すべての村人に恵みを授けましたが、それでもなお帰っていかない者がいます。それは若くてたくましい福王に憧れる若い娘たちでした。福王は竜に積んだ袋から小さな玉を取り出すと、 それを娘たちに配りました。これをお食べなさい。心が落ち着きますから。娘たちがその玉を口にすると、みんな落ち着きを取り戻して帰っていきました。しかし、 一人だけ残っている娘がいます。そなたは玉を食べなかったのか尋ねる福王に、愛よと名乗る娘は答えました。はい。宝など欲しくありません。ただ、 あなた様のおそばに置いてほしいのです。だが、それはできない。お願いです。おそばに置いてほしいのです。しかし、お願いです。とうとう、福王はこんまけして。 二人で竜にまたがると、竜御方へ向かいました。しかし、竜は人間を乗せることを嫌います。二人は、あと少しというところで、竜に田んぼの中へ落とされてしまいました。 このことで、福王は神様の力を失ってしまい、人間になってしまいましたが、それからは愛をと幸せに暮らしたということです。おしまい。 わがままな星神様。昔か,しむかし沖ノ島に、熱風が突然吹き出してきたかと思うと、東の空から、真っ赤に燃えた火の石が、1個飛んできました。 火の石は海辺の波打ち際に落ちて波間から光を発していました。石は鳥のような形をしており60センチほどの大きさです。海辺の人たちは光を見ると目がつぶれるぞ。 家の雨戸を閉めて、石の方を見ないようにしていました。でも、これでは漁にも出られません。困ったことになったと村人たちが思っていると、海辺の村に住む一人の漁師の夢に、 天から降ってきた星神だと名乗る老人が現れて、私をあのままにしておかずに、早くどこかに祀るように。それから光を恐れることはない。と。 告げたのです。村の人たちは、さっそく、重い星の石を、海の中から運んで、砂浜に、やしろを作って、祭りました。それから何日かすると、星神だという老人が、 また他の人の夢に現れて、あそこは気に入らない。他の場所へ移してほしい。と言うのでした。わがままな星神は、その後も何度も場所を変えさせました。 そして最後に決まった場所は島で一番高い山の頂上でした。星紙は重いので運ぶのに苦労をしましたが星紙は高いところが気に入ったようでそれからは 何も言わなくなりました。星神はその頃にはもう光を発しなくなっていましたが、山の頂上に祀った時から島では豊漁が続くようになったのです。 島の人たちは星神を祀った山を、いつしか星山と呼ぶようになり、豊漁を喜んでいましたが、三年後に別の星神が降ってくると、どうしたことか。 ょうは終わってしまったということです。おしまい。スズメとキツツキ むかーしむかし、すずめのおかあさんが、おもいび気きになって、いまにもしにそうだというしらせがありました。そりゃ大たいへんだ。親やこうこうなすずめのむすこは、ふだんぎのまま、おおあわてで、おかあさんのところへかけつけました。 仕事の途中で来たので、顔は泥だらけです。でも、元気な息子の顔を見たお母さんは、ありがとう。よく来てくれたね。と、とても喜び、死にそうだった病気まで治ったのです。 このことを知った神様はとても感心して、これからは虫の他にも人間と同じようにお米を食べるがよい。と、お米を食べることを許してくれたのです。そして、 人間の住んでいる近くでも暮らせるようにしてくれました。さて、今度はキツツキのお母さんが重い病気になり今にも死にそうだという知らせがありました。でも親不幸なキツツキの娘は うーんー、そうなの。でもまあ、まだ死んだわけではないから、慌てなくても大丈夫ね。それよりも、きっと近所の鳥たちもお見舞いに来ているから、私の綺麗なところを見せなくちゃ。キツツキの娘はいつもよりも丁寧にお化粧をすると、 一番上等な着物を着て出かけました。でも、気の毒なことにお母さんは娘が来るのを待ちきれずに死んでしまいました。さて、それを知った神様はカン,カンに怒りました。 母親よりも自分が大事とは、なんとひどい娘だ。そして神様は、罰として、キツツキに木の中の虫しか食べられないようにしたのです。そういうわけで、スズメは今でも、 自由にどこへでも飛んでいけるし、美味しいお米を食べることもできます。しかし、キツツキは山の中から出られず、木に穴を開けなければ、虫を食べることができないのです。おしまい。 山にいたクジラ。昔かクジラが今のように海ではなくて陸に住んでいた頃のお話です。山の神様が山の木の数を数えていました。 うさぎ山の木は去年よりも多くなった。たぬき山の木も去年よりも多くなった。さて、くじら山の木はどうだろう。山の神様がくじら山へ行くと、クジラ山の木が 全部倒れていました。これはどうしたことださてはクジラだな。こら、クジラ。お前、また大暴れをしたな。するとクジラが目に涙を浮かべて、 言いました。すみません、山の神様。でも、われたのではありません。私の体が、大きすぎるのです。あくびをするだけで木が折れますし、くしゃみをすれば、森が吹き飛ぶのです。 それを聞いた山の神様は、クジラの大きな体を眺めて言いました。確かに、お前ほど体が大きくては、山に住むのは大変だなあ。よし、ここは一つ。 海の神に頼んでみるか。そう言って山の神様は高い山に登ると大きな声で海に向かって言いました。おーい、海の神よ。 わしのところのくじらを、おまえの海で、預かってくれんか。するとしばらくして、海の神様から、返事が返ってきました。いいだろう。だがそれならこっちも。 一つ、頼みがある。わしのところのイノシシが、魚たちをいじめて、困っておるんだ。お前の山で、預かってくれんか。その頃は、イノシシは、山ではなくて、海にいたのです。 こうして二人の神様は相談して、クジラは山から海へ、イノシシは海から山に住む場所を変えたのでした。こんなことがあったので、今でもクジラの肉とイノシシの肉は 似たような味がするそうです。おしまい。縁結びの神様。昔から、出雲の神様は、縁結びの神様で、 有名でした。出雲の神様は、毎日毎日、朝から晩まで、何千組もの縁結びをしているのです。そして、朝のうちは、おむ、あそこの息子は性格が良いから、 ここの娘がいいだろう。あの息子は金持ちだから、反対に、この貧乏な家の娘と、と、あれこれ考えながら縁結びをするのですが、それが昼頃になると、この息子はこの娘。 あの娘は、この息子。と、少しいい加減になり、やがて夕方になると、あれとこれ、これとあれ、と、適当になってしまうのです。こうして、 朝のうちに縁結びされた夫婦は末永く幸せに暮らすのですが、夕方に縁結びされた夫婦は不幸な結果となってしまうのです。ところで、縁結びの神様にも娘がいて、今年で30歳にもなるのですが、 どこからも嫁に欲しいと声がかかりません。そこで娘は父親に腹を立てていました。お父さん、他人のことよりも実の娘の方が大事じゃないのあたしもいい歳よ。 早くあたしの相手を決めてください。すると、縁結びの神様は、気まずそうに言いました。う、うーん。実はな、もう、とっくに決まっていたのじゃ。じゃが、 つい夕方に決めてしまい、あまりにも不似合いな縁になってしまったのじゃ。それで、今まで、言いそびれて。お父さんが不似合いだと思っても、お嫁に行くのは私です。さあ、どこの誰が相手なのか、教えてください。 う、うーん、それなら言うが、実は、遠いハリマの国の山奥で、炭焼きをしておる、ひどく貧乏な男じゃ。わかりました。私は、もうこれ以上、待つ気はありません。どんなに遠くても、 どんなに貧乏でもいいから、今すぐその人のところへ行きます。娘はそう言うと、旅の用意をして、旦那さんのいる山奥へと出かけました。そして、何日も旅をして、ついに、 旦那さんになる炭焼きの男を見つけると、こう言いました。あたしはあなたの嫁になるものです。今日からここに置いてもらいます。それを聞いた炭焼きの男はびっくりです。いきなりそんなことを言われても。 俺は知らんぞ。第一、俺は貧乏で、嫁をもらうどころではない。それに、お前さんみたいな綺麗な人は、もっといい家に行くべきじゃ。いいえ、あなたが何と言おうと、これは父。 縁結びの神様が決めたことです。では、ここに荷物を置かせてもらいます。そんなことを言われても、炭焼きの男は反対しましたが、娘は強引に嫁となって、住み着いてしまいました。さて、 もともと貧乏な家に二人が暮らすことになったので、家の米はたちまちなくなってしまいました。米びつをひっくり返しても、一粒の米も残っていません。あなた、お米がなくなりました。 どうしましょう嫁が言うと、男は困った顔で言いました。米はいつも炭と取り替えておるんじゃ。今焼いている炭が焼き上がるまで、我慢するしかないのだが、炭が焼き上がるまでまだまだ時間がかかるし。 すると娘は持ってきた嫁入り道具の中から金の粒を出して言いました。それならこれでお米を買ってきてください。なんじゃこんなもので米と変えてくれるのか今までお金を見たことがない男には 不思議でなりません。けれど、嫁が言うのなら間違いないだろうと、男はその金の粒を持って山を降りて行きました。そして、町へ出る途中の丸木橋で、男は金の小粒を一粒落としてしまったのです。 あ、しまった。男が川を覗いてみると、金の小粒を餌と間違えた小魚が、金の小粒をつき始めました。こりゃ面白い。男は楽しくなって、持ってきた金の小粒を、 次々とばらまき始めました。そして、手ぶらで戻ってきた男に、嫁が尋ねました。あらあなた、お米はどうしましたうん。実は、お前のくれた粒は、みんな、 橋の下の魚にくれてやったんだ。まあ、なんともったいない。あれがあれば、なんでも買えるのに。嫁が呆れていると、男は。それはすまんかった。しかし、あんなものでよければ。 炭焼き釜の横に何歩でもあるから、明日取ってきてやろう。というのです。次の日、嫁が男について炭焼き窯に行ってみると、なんと炭焼き窯の横は、金の山で、あちこちに、 金の塊がゴロゴロ転がっているのです。嫁はびっくりして言いました。あなた、これだけあればもう炭焼きで貧乏をすることはありません。これからは幸せに暮らしましょう。こうして二人は、それから、 末永く幸せに暮らしたのです。縁結びの神様が決めた縁談は、決して間違いはありません。たとえ夕方に決められた縁談でも、夫婦で力を合わせれば、必ず、 幸せになれるのです。おしまい。あなたれこそ、むかしむかし、たきぎをうってくらしているおじいさんがいました。 ある日のこと、おじいさんは、たくさんの焚き木を背負って町に行くと、焚き木、焚き木はいらんかな。と、一日中大声を上げて売り歩きましたが、焚き木は少しも売れませんでした。 おじいさんは疲れ果てて橋の上に座り込みました。もう家まで焚き木を持って帰る力もありません。売れないものならせめて川の神様に差し上げよう。おじいさんは焚き木を一束ずつ掴んで 川へ落としました。川の神様、つまらぬものですが、受け取ってくだされ。そして、すべての焚き木を川へ投げ込んだおじいさんは、とぼとぼ家に帰ろうとしました。するとその時、 川の中から小さな子供を抱いた美しい女の人が現れたのです。私は川の神様の使いです。川の神様は焚き木をいただいて大変お喜びです。お礼に。 この子を差し上げましょう。それを聞いておじいさんは、慌てて手を振りました。いや、貧乏なわしに子供を育てることなんて。大丈夫です。この子は、花垂れ小僧と言って、 欲しいものを頼めば何でも出してくれます。本当ですかその代わり、毎日エビを食べさせてください。いいですか毎日ですよ。女の人はそう言って、 花垂れ小僧を置いて消えました。おじいさんは花垂れ小僧を家へ連れて帰ると、神棚の横に置いて大切に育てました。女の人が言ったことは嘘ではありませんでした。 花たれ小僧よ、お米が欲しい。といえば、花たれ小僧は、花を噛む時のように、チーンと音を立てて、あっという間に、お米を出してくれるのです。花たれ小僧よ、お金が欲しい。 ちーん。花垂れ小僧よ。新しい家が欲しい。ちーん。花垂れ小僧よ。大きな蔵が欲しい。ちーん。おじいさんが頼めば。 何でも出してくれるので、やがておじいさんは村一番の大金持ちになりました。大金持ちなので山へ薪きを取りに行く必要はありません。ただ毎日町へ行って花たれ小僧に食べさせる。 エビを買うだけです。でもそのうちに、おじいさんはエビを買うのが面倒になってきました。ある日、おじいさんは花垂れ小僧に言いました。もう頼むことがなくなったから。 川の神様のところへ帰っておくれ。するとどうでしょう。ずー、ずーっと鼻をすするような音がしたかと思うと、立派な家も蔵も何もかもが消えてしまったのです。あとには昔のままの みすぼらしい家が残りました。じゃあ、さよなら。花垂れこそうはそう言うと、川の方へ歩いて行きました。ま、待っておくれ、花垂れこそう。おじいさんは、 慌てて後を追いかけましたが、もうどこにも放たれ小僧の姿はありませんでした。おしまい。竜から落ちた神様。 昔々、竜五宝というところに、福王という神様が住んでいました。福王は、とても若くてたくましい、平和と幸福の神様です。ある日のこと、福王は、 旅がしたくなり、遠方の国を視察するのも、私の役目だ。と、竜にまたがって出かけました。福王がある漁村へ行ったところ、神様のお出ましを知った村人たちが、 集まってきました。福王はすべての村人に恵みを授けましたが、それでもなお帰っていかない者がいます。それは若くてたくましい福王に憧れる若い娘たちでした。福王は 竜に積んだ袋から小さな玉を取り出すと、それを娘たちに配りました。これをお食べなさい。心が落ち着きますから。娘たちがその玉を口にすると、みんな落ち着きを取り戻して、 帰って行きました。しかし、一人だけ残っている娘がいます。そなたは玉を食べなかったのか尋ねる福王に、愛よと名乗る娘は答えました。はい。 宝など欲しくありません。ただ、あなた様のおそばに置いて欲しいのです。だが、それはできない。お願いです。おそばに置いて欲しいのです。しかし、お願いです。 とうとう、福王はこんまけして、二人で龍にまたがると、龍御方へ向かいました。しかし、龍は人間を乗せることを嫌います。二人は、あと少し、というところで、龍に、 田んぼの中へ落とされてしまいました。このことで、福王は神様の力を失ってしまい、人間になってしまいましたが、それからは、愛をと幸せに暮らしたということです。 おしまい。わがままな星神様。昔か,ーしむかし沖の島に、熱風が突然吹き出してきたかと思うと、東の空から、っ。 火に燃えた火の石が1個飛んできました。火の石は海辺の波打ち際に落ちて波間から光を発していました。石は鳥のような形をしており、60センチほどの大きさです。 海辺の人たちは、光を見ると目がつぶれるぞと家の雨戸を閉めて、石の方を見ないようにしていました。でも、これでは漁にも出られません。困ったことになったと村人たちが思っていると、 海辺の村に住む一人の漁師の夢に、天から降ってきた星神だと名乗る老人が現れて、私をあのままにしておかずに、早く、どこかに祀るように。それから、 光を恐れることはない。と告げたのです。村の人たちは早速重い星の石を海の中から運んで砂浜に矢城を作って祭りました。 それから何日かすると、星神だという老人が、また他の人の夢に現れて、あそこは気に入らない。他の場所へ移してほしい。と、言うのでした。わがままな星神は、 その後も何度も場所を変えさせました。そして最後に決まった場所は島で一番高い山の頂上でした。星紙は重いので運ぶのに苦労をしましたが星紙は 高いところが気に入ったようで、それからは何も言わなくなりました。星神はその頃にはもう怒りを発しなくなっていましたが、山の頂上に祀った時から島では 法漁が続くようになったのです。島の人たちは星神を祀った山を、いつしか星山と呼ぶようになり、法漁を喜んでいましたが、三年後に 別の星紙が降ってくると、どうしたことか。放量は終わってしまったということです。おしまい。 すずめときつつきむかーしむかしすずめのおかあさんがおもいび気きになっていまにもしにそうだというしらせがありましたそりゃ大たいへんだおやこうこうなすずめのむすこはふだんぎのまま 大慌てでお母さんのところへ駆けつけました。仕事の途中で来たので、顔は泥だらけです。でも、元気な息子の顔を見たお母さんは、ありがとう。よく来てくれたね。と、とても喜び。 死にそうだった病気まで治ったのです。このことを知った神様はとても感心して、これからは虫の他にも人間と同じようにお米を食べるがよい。と、お米を食べることを 許してくれたのです。そして、人間の住んでいる近くでも、暮らせるようにしてくれました。さて、今度は、キツツキのお母さんが、重い病気になり、今にも死にそうだという知らせがありました。 でも、親不幸なキツツキの娘は。うーん、そうなの。でもまあ、まだ死んだわけではないから、慌てなくても大丈夫ね。それよりも、きっと近所の鳥たちもお見舞いに来ているから、私の綺麗なところを見せなくちゃ。 キツツキの娘はいつもよりも丁寧にお化粧をすると一番上等な着物を着て出かけました。でも気の毒なことにお母さんは娘が来るのを待ちきれずに死んでしまいました。さて、 それを知った神様は、カン,カンに怒りました。母親よりも自分が大事とは、なんとひどい娘だ。そして神様は、罰として、キツツキに木の中の虫しか食べられないようにしたのです。 そういうわけで、すずめは今でも自由にどこへでも飛んでいけるし、美味しいお米を食べることもできます。しかし、キツツキは山の中から出られず、木に穴を開けなければ、虫を食べることができないのです。 おしまい。山にいたクジラ。昔か,かクジラが今のように海ではなくて陸に住んでいた頃のお話です。山の神様が山の木の数を 数えていました。うさぎ山の木は去年よりも多くなった。たぬき山の木も去年よりも多くなった。さて、くじら山の木はどうだろう 山の神様がクジラ山へ行くと、クジラ山の木が全部倒れていました。これはどうしたことださてはクジラだな。こら、クジラ。お前、また大暴れをしたな。 するとクジラが目に涙を浮かべて言いました。すみません、山の神様。でも、暴れたのではありません。私の体が大きすぎるのです。あくびをするだけで木が折れますし、くしゃみをすれば、 森が吹き飛ぶのです。それを聞いた山の神様は、クジラの大きな体を眺めて言いました。確かに、お前ほど体が大きくては、山に住むのは大変だなあ。 よし、ここはひとつ、海の神に頼んでみるか。そう言って、山の神様は、高い山に登ると、大きな声で、海に向かって言いました。おーい 海の神よ。わしのところのクジラを、お前の海で預かってくれんか。するとしばらくして、海の神様から返事が返ってきました。いいだろう。 だが、それなら、こっちも、ひとつ、頼みがある。わしのところのイノシシが、魚たちをいじめて、困っておるんだ。お前の山で、預かってくれんか。その頃は、イノシシは、 山ではなくて海にいたのです。こうして二人の神様は相談して、クジラは山から海へ、イノシシは海から山に住む場所を変えたのでした。こんなことがあったので、今でも クジラの肉とイノシシの肉は似たような味がするそうです。おしまい。縁結びの神様。昔から 出雲の神様は、縁結びの神様で有名でした。出雲の神様は、毎日毎日、朝から晩まで、何千組もの縁結びをしているのです。そして、朝のうちは、おむ。 あそこの息子は性格が良いから、ここの娘がいいだろう。あの息子は金持ちだから、反対に、この貧乏な家の娘と、と、あれこれ考えながら縁結びをするのですが、それが昼頃になると、 この息子はこの娘。あの娘はこの息子。と、少しいい加減になり、やがて夕方になると、あれとこれ、これとあれ、と、適当になってしまうのです。 こうして、朝のうちに縁結びされた夫婦は、末永く幸せに暮らすのですが、夕方に縁結びされた夫婦は、不幸な結果となってしまうのです。ところで、縁結びの神様にも娘がいて、 今年で30歳にもなるのですが、どこからも嫁に欲しいと声がかかりません。そこで娘は父親に腹を立てて言いました。お父さん、他人のことよりも実の娘の方が大事じゃないの あたしもいい歳よ。早くあたしの相手を決めてください。すると、縁結びの神様は、気まずそうに言いました。う、うーん、実はな、もう、 国決まっていたのじゃ。じゃが、つい夕方に決めてしまい、あまりにも不似合いな縁になってしまったのじゃ。それで、今まで、言いそびれて。お父さんが不似合いだと思っても、お嫁に行くのは私です。さあ。 どこの誰が相手なのか、教えてくださいう。うーん、それなら言うが、実は、遠いハリマの国の山奥で、炭焼きをしておる、ひどく貧乏な男じゃ。わかりました。私は、 もうこれ以上待つ気はありません。どんなに遠くても、どんなに貧乏でもいいから、今すぐその人のところへ行きます。娘はそう言うと、旅の用意をして、旦那さんのいる山奥へと出かけました。そして、 何日も旅をして、ついに、旦那さんになる炭焼きの男を見つけると、こう言いました。あたしはあなたの嫁になるものです。今日からここに置いてもらいます。それを聞いた炭焼きの男はびっくりです。 いきなりそんなことを言われても、俺は知らんぞ。第一、俺は貧乏で、嫁をもらうどころではない。それに、お前さんみたいな綺麗な人は、もっといい家に行くべきじゃ。いいえ、あなたが何と言おうと。 これは父。縁結びの神様が決めたことです。では、ここに荷物を置かせてもらいます。そんなことを言われても、炭焼きの男は反対しましたが、娘は強引に嫁となって、住み着いてしまいました。 さて、もともと貧乏な家に二人が暮らすことになったので、家の米はたちまちなくなってしまいました。米びつをひっくり返しても、一粒の米も残っていません。あなた、 お米がなくなりました。どうしましょう嫁が言うと、男は困った顔で言いました。米はいつも炭と取り替えておるんじゃ。今焼いている炭が焼き上がるまで、我慢するしかないのだが。 炭が焼きあがるまでまだまだ時間がかかるし。すると娘は持ってきた嫁入り道具の中から金の粒を出して言いました。それならこれでお米を買ってきてください。なんじゃこんなもので米と変えてくれるのか 今までお金を見たことがない男には不思議でなりません。けれど嫁が言うのなら間違いないだろうと男はその金の粒を持って山を降りていきました。そして町へ出る途中の丸木橋で男は 金の小粒を一粒落としてしまったのです。あ、しまった。男が川を覗いてみると、金の小粒を餌と間違えた小魚が、金の小粒を突き始めました。こりゃ面白い。 男は楽しくなって、持ってきた金の小粒を次々とばらまき始めました。そして、手ぶらで戻ってきた男に嫁が尋ねました。あらあなた、お米はどうしましたうん。 実は、お前のくれた粒は、みんな、橋の下の魚にくれてやったんだ。まあ、なんともったいない。あれがあれば、なんでも買えるのに。嫁が呆れていると、男は、それはすまんかった。 しかし、あんなものでよければ、炭焼き窯の横に何歩でもあるから、明日取ってきてやろう。というのです。次の日、嫁が男について炭焼き窯に行ってみると、なんと、炭焼き窯の横は、 金の山で、あちこちに、金の塊がごろごろ転がっているのです。嫁はびっくりして言いました。あなた、これだけあれば、もう炭焼きで貧乏をすることはありません。これからは幸せに暮らしましょう。 こうして二人は、それから末長く幸せに暮らしたのです。縁結びの神様が決めた縁談は、決して間違いはありません。たとえ夕方に決められた縁談でも、 夫婦で力を合わせれば、必ず幸せになれるのです。おしまい。あなたれこそ、昔々、焚き木を売って暮らしている。 おじいさんがいました。ある日のこと、おじいさんは、たくさんの焚き火を背負って街に行くと、焚き火、焚き火はいらんかなと、一日中大声を上げて売り歩きましたが、 焚き木は少しも売れませんでした。おじいさんは疲れ果てて橋の上に座り込みました。もう家まで焚き木を持って帰る力もありません。売れないものならせめて川の神様に差し上げよう。 おじいさんは、焚き木を一束ずつつかんで、川へ落としました。川の神様、つまらぬものですが、受け取ってくだされ。そして、すべての焚き木を川へ投げ込んだおじいさんは、とぼとぼ家に帰ろうとしました。 するとその時、川の中から小さな子供を抱いた美しい女の人が現れたのです。私は川の神様の使いです。川の神様は焚き木をいただいて大変お喜びです。お礼に。 この子を差し上げましょう。それを聞いておじいさんは、慌てて手を振りました。いや、貧乏なわしに子供を育てることなんて。大丈夫です。この子は、花垂れ小僧といって、 欲しいものを頼めば何でも出してくれます。本当ですかその代わり、毎日エビを食べさせてください。いいですか毎日ですよ。女の人はそう言って、 花垂れ小僧を置いて消えました。おじいさんは花垂れ小僧を家へ連れて帰ると、神棚の横に置いて大切に育てました。女の人が言ったことは嘘ではありませんでした。 鼻垂れ小僧よ、お米が欲しい。といえば、鼻垂れ小僧は、鼻を噛む時のように、チーンと音を立てて、あっという間に、お米を出してくれるのです。鼻垂れ小僧よ、お金が欲しい。 ち<チ>ーん<ン>。花たれ小僧よ。新しい家が欲しい。ちーん。花たれ小僧よ。大きな蔵が欲しい。ちーん。おじいさんが頼めば。 何でも出してくれるので、やがておじいさんは村一番の大金持ちになりました。大金持ちなので山へ薪きを取りに行く必要はありません。ただ毎日町へ行って花たれ小僧に食べさせる。 エビを買うだけです。でもそのうちに、おじいさんはエビを買うのが面倒になってきました。ある日、おじいさんははなたれ小僧に言いました。もう、頼むことがなくなったから。 川の神様のところへ帰っておくれ。するとどうでしょう。ずー、ずーっと鼻をすするような音がしたかと思うと、立派な家も蔵も何もかもが消えてしまったのです。あとには昔のままの みすぼらしい家が残りました。じゃあ、さよなら。花垂れこそうはそう言うと、川の方へ歩いて行きました。ま、待っておくれ、花垂れこそう。おじいさんは、 慌てて後を追いかけましたが、もうどこにも放たれ小僧の姿はありませんでした。おしまい。竜から落ちた神様。 昔うごほうというところに、福王という神様が住んでいました。福王は、とても若くてたくましい、平和と幸福の神様です。ある日のこと、福王は、 旅がしたくなり、遠方の国を視察するのも、私の役目だ。と、竜にまたがって出かけました。福王がある漁村へ行ったところ、神様のお出ましを知った村人たちが、 集まってきました。福王はすべての村人に恵みを授けましたが、それでもなお帰っていかない者がいます。それは若くてたくましい福王に憧れる若い娘たちでした。福王は 竜に積んだ袋から小さな玉を取り出すと、それを娘たちに配りました。これをお食べなさい。心が落ち着きますから。娘たちがその玉を口にすると、みんな落ち着きを取り戻して、 帰って行きました。しかし、一人だけ残っている娘がいます。そなたは玉を食べなかったのか尋ねる福王に、愛よと名乗る娘は答えました。はい。 宝など欲しくありません。ただ、あなた様のおそばに置いて欲しいのです。だが、それはできない。お願いです。おそばに置いて欲しいのです。しかし、お願いです。 とうとう、う福王はこん負けして、二人で龍にまたがると、龍御方へ向かいました。しかし、龍は人間を乗せることを嫌います。二人は、あと少しというところで、龍に、 田んぼの中へ落とされてしまいました。このことで、福王は神様の力を失ってしまい、人間になってしまいましたが、それからは、愛をと幸せに暮らしたということです。 おしまい。わがままな星神様。むかーしむかし、沖の島に、熱風が突然吹き出してきたかと思うと、東の空から、 火に燃えた火の石が一個飛んできました。火の石は海辺の波打ち際に落ちて波間から光を発していました。石は鳥のような形をしており、六十センチほどの大きさです。 海辺の人たちは、光を見ると目がつぶれるぞと家の雨戸を閉めて、石の方を見ないようにしていました。でも、これでは漁にも出られません。困ったことになったと村人たちが思っていると、 海辺の村に住む一人の漁師の夢に、天から降ってきた星神だと名乗る老人が現れて、私をあのままにしておかずに、早く、どこかに祀るように。それから、 光を恐れることはない。と告げたのです。村の人たちは早速重い星の石を海の中から運んで砂浜に屋城を作って祭りました。 それから何日かすると、星神だという老人が、また他の人の夢に現れて、あそこは気に入らない。他の場所へ移してほしい。と、言うのでした。わがままな星神は、 その後も何度も場所を変えさせました。そして最後に決まった場所は島で一番高い山の頂上でした。星紙は重いので運ぶのに苦労をしましたが星紙は 高いところが気に入ったようで、それからは何も言わなくなりました。星神はその頃にはもう光を発しなくなっていましたが、山の頂上に祀った時から島では 法漁が続くようになったのです。島の人たちは星神を祀った山を、いつしか星山と呼ぶようになり、法漁を喜んでいましたが、三年後に、 別の星紙が降ってくると、どうしたことか。法量は終わってしまったということです。おしまい。 すずめとキツツキ。むかーしむかしすのお母さんが重い病気になって今にも死にそうだという知らせがありましたそりゃ大変だ親孝行なすずめの息子はふだんぎのまま 大慌てでお母さんのところへ駆けつけました。仕事の途中で来たので顔は泥だらけです。でも元気な息子の顔を見たお母さんは、ありがとう。よく来てくれたね。と、とても喜び。 死にそうだった病気まで治ったのです。このことを知った神様はとても感心して、これからは虫の他にも人間と同じようにお米を食べるがよい。と、お米を食べることを 許してくれたのです。そして、人間の住んでいる近くでも、暮らせるようにしてくれました。さて、今度は、キツツキのお母さんが、重い病気になり、今にも死にそうだという知らせがありました。 でも、親不幸なキツツキの娘は。うーん、そうなの。でもまあ、まだ死んだわけではないから、慌てなくても大丈夫ね。それよりも、きっと近所の鳥たちもお見舞いに来ているから、私の綺麗なところを見せなくちゃ。 キツツキの娘はいつもよりも丁寧にお化粧をすると一番上等な着物を着て出かけました。でも気の毒なことにお母さんは娘が来るのを待ちきれずに死んでしまいました。さて、 それを知った神様は、カン,カンに怒りました。母親よりも自分が大事とは、なんとひどい娘だ。そして神様は、罰として、キツツキに木の中の虫しか食べられないようにしたのです。 そういうわけで、すずめは今でも自由にどこへでも飛んでいけるし、美味しいお米を食べることもできます。しかし、キツツキは山の中から出られず、木に穴を開けなければ、虫を食べることができないのです。 おしまい。